ほら、これよ。髪の毛切る時間が来たよ。髪の毛切ろう。さあ、今回立体よ、立体。やっぱ木は立体にした方がよくない？あー、トトルさん、神々しい。あー、やべえ、めっちゃ鼻伸ばしたい。なんかカービィでこんなキャラおらんかった。いや、めっちゃ鼻伸ばして。トトル像何個作りましたか？いやー、20ぐらいを作ってるんじゃない多分。うん、ちょっとまたピンク色の羊毛をちょっと取るところから始めないとね。モーニングルーティーンしてるであろう、キュウキュウさんのところにちょっと。あ、ちょっと、どういう状況これ。ちょっと待って。ちょっとはさ、動けんくなった。多分畑にいる。あ、いたいた。もうダメですよ、キュッキュさん。本当にもうそんなとこ行ったらダメです、ダメです。ナイス、キュッキュさん。危ないんで、キュッキュさんダメですよ、本当に。危ないんでね、そこに行ったら。おい、一旦置いておきましょう。あ、痛いです、危ないです。そこも危ないんで。よし、はいはい、ということでこれでキヨピーも安全にね、モブから襲われることもなく大丈夫でしょう。よし、じゃあ皆さん、朝早くからご視聴ありがとうございました。前作った桜ドドル像よりもかっこいい感じのドドルさんができたな。まあ、これはこれでありか。うなぎとさ、うなぎとあれをずっと一緒やと思ってたんよ。アナゴ、そう。そう、うなぎとアナゴ一緒やと思ってて、ちっちゃい頃。そう。あ、いい感じ。あ、いいんじゃない？なんかだいぶ綺麗にできた気する。あ、めっちゃいいじゃん。あとカーペットをまた今度足して、いい感じに出来上がったね。はい、完成。トツボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。